転職でですね、空白14日以内の場合とかですね、結構聞かれたりします。あと、年金の催促状を払ってるのに来るんですよとか、あと、アクセスキーと何ですかとかですね、年金の滞納はクレジットカードで大丈夫ですかとか、あと、後から払う方法を教えてくださいみたいなことはあるんですけども、年金はですね、とにかく今後、当然ですね、日本のですね、年金を支える働く人の人口が減っていくと。で、支えるべき人ばかりが増えていくので厳しくなっていく。僕らのもらえる頃はですね、ほとんど出ないというふうに思ってた方がいいんですけれども、もし払うのであれば、障害者年金とかですね、例えば、指が飛んでしまったとか、事故でですね、腕を失ってしまったとか、そういった場合にですね、障害者年金が出るので、それが欲しい場合はですね、年金払うというのは一つかもしれないですけども、僕は基本的に自分で自己年金をオンラインビジネスとかで作っていく、投資で作っていくというのをお勧めして、それを、実際サポートしています。年金の滞納のやり方とかですね、聞かれました。